どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回ですね、YouTube のコメント欄にて、グルコロさんという方からですね、コメントをいただきましたので、そちらについて回答していきたいと思います。今回のコメントはですね、タウンホール5のいい配置を教えてくださいということで、タウンホール5だと、ちょっと先に言っておきたいんですけども、そのトロフィー重視ということで、質問をしてもらったんですけれども、タウンホール5でトロフィー数1250いったら、そのエメラルドが450個もらえるので、そこで大工が1人増えるっていう考えるとすごいいいと思うんですよ。しかしながらタウンホール5でその1250を目指すってなると結構割ときついんですよね。タウンホール6の人が結構ジャイヒーをメインに1250狙ったりするので、なのでタウンホール5でトロフィー重視の配置はすごいね、ちょっとね、すごい弱い配置になってしまうんですよね、どの配置も。弱点の、タウンホール6からしたら、タウンホール5の配置なんて、ほんとちょっと弱く見えてしまうので、今回その注意点の上でちょっとお聞きください。今回ね、私ネットで拾ってしまったんですけども、こちらがいいと思いますね、こちらですね。ありがとうございます。グルコロさん、ありがとうございます。こちらです。このね、配置が自分的にいいと思うんですけども、なんでいいかっていうと、まず、壁が100個設置できるタウンホール5なんですよ。なので、やっぱり4から5のブロックに分けたいわけですね。ブロックというのは部屋ですね。1、2、3、4、5個。5個あるので、この5個あるっていうことで結構いいと思います。そしてですね、対空爆弾が真ん中にあるんですけど、それはどうでもいいとして、やはりですよ、タウンホール6だと、対空砲が2個置けるんですよ。ですけども、対空砲がやっぱ1個なので、タウンホール5においては。なので、やはり、ジャイヒーでもしここから攻められた場合、もう本当に、完封負けというか、多分絶対に 100% 取られてしまうんですね。かといって、この対空砲を真ん中に置いて、ここに迫撃砲を置くと、迫撃砲の赤い部分、要するに攻撃できない場所が、このぐらいの範囲になると思うんですよ。そうすると、ここでアーチャーで、迫撃砲が壊され、そのアーチャーを攻撃するアーチャータワーも、若干届くか届かないかの距離になってしまうということですごい微妙なんですよね。なので、もう本当にジャイヒーが来たらタウンホール5はもう壊滅させられるぞという勢いでいかないと、やっぱタウンホール5でトロフィー数1250を目指すっていうのは厳しいですね。でもこれは自分的に変えてほしい点は、この金山の位置とこのエリクサータンクの位置を1個だけずらして、金山エリクサー金山エリクサーという感じにしてほしいですね。なぜかっていうと、もしね、ここからもう、アーチャーをここ3体置かれて、で、アーチャーで狙い撃ちしたときに、もう、金だけ取られちゃうっていう場合が結構あるので、そのためにウィザードの塔を真ん中に置いて、アーチャー対策にしてるんでしょうけども、そうですね。他の配置はすごいいいですね。ということで、今回はですね、ちょっと、この配置が、最強というか、もうネットでちょっとね、10分ぐらい探した結果、これが一番いいと私は思いました。でですね、10分間探した理由っていうのは、本当タウンホール5でいい配置が本当にないんですよ。もう絶対に突っ込みどころ満載で、絶対にこれジャイヒーでやられんじゃんっていう配置がもうすごい大半を占めているので、ちょっと最終的にこういう形となってしまいましたね。今回はタウンホール5ということで、本当1250目指す方、本当頑張ってください。もうね、タウンホール6だったらトロフィー数1250を結構目指すことは余裕なんですけど、5はきついので、もし目指す方、頑張ってください。ということで、以上、タウンホール5のね、いい配置でした。ご視聴ありがとうございました。